ハロウィーンも終わり、早くもイルミネーションの季節が到来。本当になんか言葉が出ないってこういうことなんですね。壮大で優雅、日本一の輝きを堪能できるイルミネーション界の王者や、どこだこれ、光だけでこれを表現するってすごいですね。東京都内の意外な場所で楽しめる行ってみたいランキング1位のイルミネーション、今話題のトレンドや知って得する情報が10分でわかる昼帯ライフ。今日は一足先に今年おすすめのイルミネーションを紹介。光の幻想的な世界に皆さんをご招待します。さあ、冬の風物詩といえばイルミネーション。その美しさと楽しさにお子さんや家族連れは大はしゃぎ、カップルや夫婦は仲を深める場所となっているのではないでしょうか。そこで今日は日本一を獲得した間違いない2つの施設紹介していきたいと思います。まずは専門家たちが日本一だと認定したイルミネーションです。皆さんもご存知でしょうね。栃木県足利市にある足利フラワーパークです。昼帯でも何度もお世話になっておりまして、9回も登場してくれているんですね。足利フラワーパークは4月から5月にかけて世界一の富士が見られることでも有名ですよね。そんな中、今年の3月夜景サミット2022が札幌で行われまして、2017年から4年半ぶりに日本三大イルミネーションにこの足利フラワーパークが認定されました。さらに投票の結果、ランキングも1位獲得したということなんです。夜景評論家の丸々元夫さんによりますと、花の真実にどれだけ近づけるか、その努力と技術と根性のプロ意識が花開いた光の庭園だと。全く隙のない演出の総合力が評価されたイルミネーションだということなんですね。本当に美しくて綺麗でした。私も行ってきましたので、皆さんどうぞご覧ください。こちらのイルミネーション、毎年本当に綺麗ですけど、ちょっともう見えてるんですよ、入り口から。早速行ってきます。年間を通して四季折々の花々が楽しめ、美しい藤の花が有名な足利フラワーパーク。今開催されている光の花の庭は、全国6100人の夜景観光士が選ぶイルミネーションアワードで6年連続1位を獲得。年々パワーアップしているイルミネーション、今年はどんな輝きを見せてくれるのでしょうか。ここすごい綺麗ですよ。バラ園ですって。すごい、いろんな色になるんだ。見てください、これ。ここにお花のバラと、そしてその近くにはバラの形をした電飾があって、これがね、本当に美しいんですよ。見どころの一つが今年リニューアルした光のバラ園です。バラをイメージしたイルミネーションが広がる様子は、まさに光の花の庭にふさわしい輝きです。さらに今年は120メートルの光の壁画が登場。バラ園と一緒に見る壁画は気分を上げてくれること間違いなし。上から見る景色もおすすめです。続いて向かったのは、これが見たかったんです、私。お城ですよ。去年全面リニューアルしたフラワーキャッスル。花、光、音で幻想的で壮大な空間に感動しない人はいないのではないでしょうか。もちろん私も。もうちっちゃい時からお姫様が夢だった私からすると、もうお城って最高ですよ。なんでこんなにテンション上がるんですかね、イルミネーションとお城の組み合わせ。すごいね、大きいんだね。美しいのは外観だけではありません。お城の中には、何このメルヘンの世界、360度お花ですよ。すごいね。あー、いいな、こんな寝室に寝たい。非日常的な空間に思わず夢のような想像が膨らみます。水面に映った光も幻想的で、空間演出が魅力的なみんなの地球。可愛らしい動物たちのイルミネーションは、子供はもちろん、カモたちも楽しむ場所に。
紹介しきれないほどの美しいイルミネーションの数々に思わず、一生懸命伝えなきゃって思って喋ってるけど、本当は黙って眺めたい美しい光景が各所に広がっているため、思わず仕事だということを忘れてしまいそうでした。さあ皆さん、お待たせしました。日本一のイルミネーション、足利フラワーパークのシンボルがこちら。真っ暗だったとこから一気に花が咲くと、より壮大で綺麗です。思わず息を呑んでしまうほどの壮大な奇跡の大藤。藤の花だけでおよそ30万球、鮮やかで優しい光が降り注ぎます。配寸したり、デザインをよく見て、本物の藤の花が咲いているかのように見せるために、こちらもオリジナルで作りました。こだわりのイルミネーションに訪れたお客さんも、藤の花のところはものすごく綺麗でした。富士をイメージしたところがすごい綺麗でした。日本でしか見られないイルミネーションですよ。これは本当じっくり目に焼き付けたいです。日本一の華やかなイルミネーションを皆さんもぜひ体験してみてください。いや、素晴らしい。本当に美しかったですね。横綱ですね。本当ですよね。6年連続1位ですからね。いかがでしたか。行ったことありますか、皆さん。イルミネーション見チョコで行った。ここは行ったことないですけれども、ね、こんなに進化してるなんて、本当に世界に誇れる日本の美しさですね。素敵、いいな。デートが盛り上がってそうでした、ね、はい、盛り上がってました。もう愛を語らずして他何語るのかって感じですよ、ここは。ヤシさん、行ったことないですか。ないですね。ないですか。でもこれからの季節寒くなってくるじゃないですか、だからこうくっついて回らないと寒いの で、 そうです、ね、まあ、恋人たちはくっつくいい理由ができますよね。すごい分析ですね。季節の問題ですね。はい、こちらの足利フラワーパークのイルミネーション、午後4時半から8時半、土日祝日は午後9時となっていますが、5日、あさってからは閉園時間が少し延びます。9時までと9時半までとなっています。来年の2月14日まで、バレンタインまで開催されているんですけれども、この足利フラワーパーク、期間によってテーマが変わります。例えば今月の下旬からはクリスマスだったり、ニューイヤーイルミネーションなど3回楽しむことができるということなので、何度でも訪れたくなるイルミネーションですね。さあ続いては、ある意外な場所のイルミネーションをお伝えしたいと思うんですけれども、はい、世の中のトレンドを紹介するウェブメディアウォーカープラスによる全国の行ってみたいイルミネーションランキング、こちら現在も投票中なんですが、今のところ2年連続の1位、そして今日時点でも1位になっているイルミネーションです。そのイルミネーションが東京メガイルミというイルミネーションなんですけれども、その売り、光と〇〇を楽しむということなんですね。こちらの場所、品川駅からも電車徒歩でおよそ20分、羽田空港からも車でおよそ12分、また大型の駐車場も完備されていますので、アクセスのいい場所になっています。今年で5年目、先月の15日から開催されています、ある場所なんですけれども、志らく師匠も大好きなあの場所だということなので、小沢アナウンサー取材してくれました。ご覧ください。こちらブロードウェイではありません。大井競馬場です。中は一体どうなっているんでしょうか。行ってきます。東京品川区にある大井競馬場、最新のトレンドを紹介するウェブメディアウォーカープラスの全国の行ってみたいイルミネーションランキングで2年連続1位を獲得。今大注目のイルミネーションが東京メガイルミなんです。光の幻想的な演出が美しいトンネルを乗っけ、虹色の階段を越えたら、うわー、綺麗、田園風景が広がってますよ。光だけでこれを表現するってすごいですね。描かれているのは日本の原風景、
光であることを忘れてしまうぐらいの繊細さです。近くには光の小川が流れ、四季折々の水田の鮮やかさが表現されています。カップルと家族連れが多いですね。我々は男だらけでイルミネーションを見ております。続いて目の前に広がったのは光のトンネル。うわ、すごい綺麗。無数の光が連なってます。まばゆい光が降り注ぐこちらの江戸桜トンネル、その長さ100メートルと見どころの一つです。すごい。入った瞬間目がパッと開いてしまうような明るさ。そしてこれは桜の形してますよ。一つ一つおしゃれ。こういう細かいところにも細工が施されてるんですね。細かな演出が気分を上げてくれます。寂しいな。これは大切な人と来たいですね。一方こちらは少しシックな雰囲気の竹林。その先には色彩豊かに輝く光の滝が現れます。そして1時間に3回楽しめるのが光と噴水によるダイナミックな演出のメガイルミショー。おほー、すごい。うわ、ライトまで。楽曲に合わせて空高くまで上がる噴水。そしてスモークに光を当てることでオーロラを表現しています。いや、こんなに綺麗な演出を大井競馬場で見られるとは思ってませんでした。寂しいな。楽しめるのは幻想的な光景だけではありません。馬の蹄の形をした蹄鉄チロスや電球の形をしたボトルに入った光るドリンクを美しいイルミネーションを見ながら楽しめるスペースがあったり、光り輝くライトアップキャンディーなどのお土産を購入できたりと、さまざまな形で光を堪能できます。さらに競馬場ならではのこんな楽しみも。ポニーがいます。あ、かわいい。こんにちは。一人寂しかった小沢アナの心を癒すポニーやミニチュアホースの姿が。あらら、かわいい。あ、耳がピクッと動いてます。この口のもぐもぐがかわいいですね。これはお子さんも喜ぶんじゃないですか。もちろん写真撮影も OK。 ちっちゃい。うわ。ありがとう。シューされました。競馬場のイルミネーションはお客さんたちからも好評なようです。うん、あっちちゃんはいっぱいだった。綺麗だった。イルミネーションだったら暗くなってから来れるんで、ちょっと久しぶりに夜の外出で楽しめました。競馬場って馬見るだけだと思う。ちゃんとこういうのもやってすごいなって思いました。いやいや、知らなかった。すごいね。そうですよね。また違った顔を見せてくれる競馬場ですよね。知ってました、これ。いやいやいや、だって競馬開催してる時はやってないんでしょ、これ。そうなんですよ。なので休業日がこのように様々ありますので、もし行く場合は事前に調べてから行くようになさってください。はい、競馬ファンもおなじみなんですかね。どうなんですか ね、やっぱ競馬やる方は、馬走ってないんだったら行かないもんね。馬走ってるから行くんだもんね。馬車だから。いや、まあ、ほら、でも場外もあるからね、馬券は。だから馬見るのが好きなんでしょ、ここに来る人たちは。うん、馬を見て勝負を、馬を見るよりも馬券を買うことが好きでしたよ。だから、まあ、普段お父さんは行ってるんだけども、罪滅ぼしで家族を連れて行くのか、ここに行くと。
普段お父さんはここで泣いてるんだよと。いるんだよと。そういうことでしょ。ね、いやでも綺麗ですね。綺麗ですよね。本当に営業時間午後4時半から午後9時までで、最終入場は午後8時までとなっています。先ほども言ったように、競馬がやっている時は営業は、ね、営業していませんので、事前にきちんと調べてから行くようになさってください。ね、12月クリスマスはやってますね。やってます。1月1日は休みだ。はい、